スマート S は、オランダのシグナール社が開発した3次元レーダー。開発当初は、単に、スマートと称されていた。なお、C バンドを使用する小型化版として、メガワットマイナス8 L バンドを使用する長距離創作版として、スマート L が派生している。その名の通り、使用する、周波数は、S バンドであり、この周波数選択も、相まって。 メガワットマイナス08よりも遠距離での対空捜索に重点を置いたレーダーとなっている。レーダー送信機としては進行破綻が採用された。アンテナは16列のストリップラインを積み上げたプレーナーレイアンテナを採用しており、同時に12本のビームを形成して半球空間を操作できる。また、2003年には改良型のスマート s マーク2が発表された。 タレスネーデルランド社の主張によると、これは、これまで同社が提供してきた、長距離捜索用の DA-08 と、目標捕捉用の MW-08 という、組み合わせをまとめて代替できる。またこれと同時に、スマート、S マークには、シーッパー多機能レーダーを保管して、SM をミサイルとする、股間防空システムを構成することもできる。シッパーは、 アッパーの小型、簡易化版であり、シーパーとスマート、S マークには、アッパーとスマート L と同様の保管関係となる。オマーン海軍、オランダ海軍、カナダ海軍、大韓民国海軍、コロンビア海軍、チリ海軍、デンマーク海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、フランス海軍、ベルギー海軍、ポルトガル海軍、モロッコ海軍。ありがとうございます。